はい、どうも、トラキチです。今回はですね、契約書の方をね、まず開封してから、その後ちょっと福留選手、エキサイティングプレイヤーのね、福留選手を、森尾10連でね、止めた福留選手なんですけども、育成終わりまして、もう継承もしてましてね、リーグオーダーの方入ってるんですけども、その福留選手の称号と特殊をやりたいなと思ってます。はい、これですね、福留選手、これですね。はい、まあ3回やれるんですけども、一応福留選手ね、同値狙えるんですけど、同値になったところでね、ちょっとコンボリーグオーダーでコンボ別に何かが出るわけではないんで、まあとりあえず1回やりたいなと思ってます。はい、特殊の方もね、1回だけなんですけども、やってみたいなと思います。まあこういう感じですね。まあ一応 B ランク結構あるのはあるんですけども、今からゴールド契約書を10枚開封しますんで、まあその分もあって、そうですね、特集やろうかなと思ってます。はい、まあ今週ね、リーグランク8に久々にちょっと落ちてしまいましたんで、まあコツコツですけども、まあ無課金でやってますんでね、急にちょっと強くはなかなか強化はできないんですけども、まあコツコツできることはやっていこうかなと思ってます。はい、まあ今週とりあえずはリーグランク9に戻って、またね、覇王に最昇格を目指してますんでね、福留選手のちょっと強化をしたいなと思います。まずはゴールド契約書、契約書は今回ゴールド契約書10枚いこうかなと思ってます。一遍にいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ですね。はい、このアカウント阪神純正だけでやってますんで、阪神のできれば S ランク選手来てもらいたいなと思ってます。それではいきます。阪神の S ランク選手お願いします。S ランク来い。渋いな。あかん、全部 B ランクか。せめて A ランク。はい、全部 B ランクですね。厳しいな。まあこの後、特殊しますんでね、まあ、おお A ランク来た。おお、山崎朝輝選手 A ランク来た、よかった。はい、まあ1枚 A ランク来ました。1枚、横浜の山崎朝輝選手来ましたんで、まあよかったかなと思います。 A ランク1枚ですね。はい、それでは、こちらですね。まず称号の方からいきたいなと思います。これですね。一応ですね、ミーとプラス1で同値になるんですよね。ミーパー同値になるんですけども、まあ球威自慢、これちゃおう、野手ですね。ミート自慢ですね。ミート自慢と、あと切り込み隊長でスナイパーですね。で打撃を極めし者ですかね。はい、まあ、このあたりが来てくれるとミパ同値にはなります。はい、先ほども言いましたけどね、ミパ同値になったところでちょっとリーグオーダー的に別にコンボが何か発生するわけではないので、まあ1回だけなんですけどやります。アイテムは称号の極意は使いません。このままいきます。それでは、ミート自慢ですね、来てほしいなと思ってます。お願いします。さあ来い、切り込み隊長来た、よしこれいけるよ。 OK、 やった、ミパ同値ですね。はい、うわ来た、すげえ。はい、いいですね。ミート総力プラス1。はい、70-70 でミートパワー70-70で同値になりました。いやこれはラッキーですね。はい、よかったです。称号の極意を使わず同値になりました。 OK、 それではもう一回ですね、もう一回じゃないわ、特殊ですね、特殊いきます。福留選手の場合ね、どこで見たらいいかな、これかな、これで見ようか、こうですね。はい、特殊、まあそうですね、どれ来てもいいかなっていう感じですね。はい、まあ一応ライト守らすときに C になるんですかね、1個増えるとそのぐらいの感じですね。はい、まあどこ来てもいいかなと思います。
はい、スピリッツ1上がるだけでもまあいいかなと思ってます。それではいきます。特集、福留選手、まあ誰でもいいんで上から、いやーまだか80ですね。こういう感じです。はい、これで 100ポイントですね。福留選手の特集、これまでね、大山選手で4回やったんですけども、大山選手以外でやるのは初めてですけども、福留選手、エキサイティングプレイヤーの福留選手でやります。さあ何がつくでしょうか。サブポジション、おーすごい。サブポジションってことはライトですよね。ライト C に乗ったかな。うん、多分乗ってますね何で見たらわかる。ちょっとね、ちょっと待ってくださいね。一応このオーダーで見ましょうか。うわ落ちた。これですね。はい、切り込み隊長がついてミートパワー同値ですね。これは達成しましたね。でこれですね、あ、はい、 C の60で、ライトサブポジションつきましたんで、いやこれはどっちも良かったですね。はい、結局願ったりかなったりというか、どっちも、特殊の方も称号の方も、バッチリです。はい、良かったです。うん、はい、今回はこんな感じです。ちょっとねグダグダになりましたけども一応、まあ、ゴールド契約書からも A ランクの、山崎朝樹選手1枚来てくれましたし、称号もミパ同値、エキサイティングプレイヤー福留選手ミパ同値になりましたし、サブポジションのライトも、C に乗りましたんで、まあ良かったかなと思います。はい、まあコツコツですけどね、ちょっとずつ強くしていって、また覇王に再昇格できるように、コツコツ頑張っていきたいなと思ってます。今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチでした。